寺島屋敷がお送りする「ワンポイントイングリッシュ」の時間です。それでは見てみましょうどうぞト二24番のこの一番最初の問題どれ選ぶか特にこの1と2どっちかなっていうのをねしっかり考えてほしかったんですけどやってみましょう。 えー、さっき見た、えー、もう一回だけすいません、映してもらいます。このサーチ t ン i n とっていうのはただ挿入的に入ってるだけなんで、これを飛ばして、the place is これ消して、で、これ書いて、で、答えどうなるかっていうのを黒板にも書いてみたいと思います。えー、words の後ろが seeing なのかな 同じ文章をサタニ u を飛ばして映しましたね。で、多くの人がこう覚えてるんですよ。be worth ing.be、えー、worth, こっちらの話を書いてるか。何々する価値がある be worth ing。ね、えー、と思ってるんですよで。それは間違ってないですよ、別に。 で、こっから話す話を意外と知らないんですけど、beworth.ing 使うときって、その分の主語が、ここにつながるようにしなきゃいけない。ここに入ったときに、seeing the place、その場所を見る。つながりますよね。 例えばね、これもし、あ、これノートそのまま続けていいよ。これもしさ、こうだったらどう思うこうだったら、その場所は行く価値があるってなりそうじゃん。でも、なりません。なりません。なぜ ?Going を、の後ろに The place 入れる。Going the place。入れない。じゃあ、こうしなきゃ。 going to,、ね、the place is worth going to ってやっとけば、この to 大事なんで、to があることによって、the place を同じ書き方でするよ。ここに入れたときに、ちゃんと go to the place で正しくなるじゃん。ね。後ろに入れて正しくならなきゃいけないので、これ、 b o r s ING, 何とかする価値があるだけ覚えてるんじゃなくて、ちゃんとこれ後ろ入れて正しくなる形だよって分かってて、じゃあゴーイングで止めんの、To まで書くのってことが分かってないといけない。そこまでちゃんと理解しましょう。そしてもうちょっと。この単語って何詞ですかって言われたら前置詞って覚えてる。だからこそ後ろは ING が来てるんですよ。 前置詞の後ろに動詞を置きたいときは ING でしょってことはね、こんなのあり得るんですよ。だって前置詞だもん。みんなは、みんなはっていうのは多くの人は、be w o r ING, be w o r ING, be w o r ING ばっかり知ってんだけど、ね、worth it。これすげえ使うよ。なんでこれが可能なの簡単だよ。これが前置詞で、前置詞の後ろに it って書けんだろ 例えば in it, of it, with it できんじゃん。だったら worth it でいいよ。どうなんのその価値がある。<noise> be worth ing が来たときはさっきの入れてみてルールがあるけど、えー、ただ単に前置詞として使ったとき、そのときは別に入れてみてルール関係ないので、ただ単にそれの価値がある。じゃあこうしてみようか。それいくらなんとか万円 ええー、それは値段を、その値段の価値あるかな ?worth の後ろに the price.the price 名詞だからその値段の価値があるでいいじゃないですか。ね。えー、こいつは前置詞だっていう、ここに書いてね。前置詞だっていうイメージ。これを強く持っておいてください。もう一回書いて。前置詞。だから前置詞の後ろに名詞書ける。ね。ということです。 それから、忘れがちなのが、最後に Y がついたら、読み方がまず w a ぜ t y って濁ります。w a すじゃなくて w a r y って濁ります。で、後ろの前置詞は Of で、b e w a ぜ t オ y o f です。この時の、この品種は形容詞です。w a ぜ t y となった瞬間に、あ、これ発音記号ちょっとテロップ入れていてね。発音記号。これ w a ぜ t y 濁ります。こっちは w a す 濁りません。こちは wazi 濁ります。この時の品詞は形容詞です。いいですか w a s ーは前置詞。wazi は形容詞。そして wazi の後ろは of。be w a s t h y of という別の熟語はあるはありますからね、えー。それと混乱しないようにしましょう。じゃあ問題解いてみましょう。どうぞ。さあどうでしょうかさっきやったばっかりですからいいですかね。be、え、worth、ー I, n だこれないね。で、ing だけど、つながるようにしなきゃいけないから、こっちを取ると、seeing it t h e place っていう意味不明のことになるので、えー、seeing こっちが正解っていう、えー、そういう問題でしたね。in my opinion. うん。ちょっと一言関係ないこと言いますけど、私の意見ではっていうとき、色変えようか。 これもちろん正しいですよ。in my opinion ね。in my の p によってね。だけど、かっちょいいのは in my view. なんか in my opinion ってダサいじゃん。私の意見ではみたいな。私の観点から言うとですね、in my view。これここで view 使えたらかっこいいですよ。ね。えー、ぜひ、自由英作文で、私の意見ではって言いたいなと思った時に、ね。some people 何人かの人はこんなこと言ってますよね。but, でも、 in my opinion っていうよりも in my view って言った方が、ちょっとワンランク上なイメージがあるので、ぜひ覚えておいてください。意味は一緒です。で、家は値打ちがないとか言ってるけど、まあ、ちょっと書いてみましょうか。b のとついてるのかな w o r s ing ないんだよ。どうするそしたら、さっき言った通りです。 はい、ここ集中してね。w o r は全知詞全知詞だから ,ILG 来てもいいけど、全知詞扱いすればいいから、これ使えばいいじゃん。そしたら、その値段の価値がある。その値段の価値があるってできる。じゃあ、あと使ってないのは ?they are asking. これ関係代名省略でこうやればいいじゃん。関係代名省略ね。 あの人たちがアスキングしている、ね、えー、望んでいるプライスの価値はない。この形がどうして正しくなるのもう一回、前置詞の後ろだから、その後ろに名詞を置けるから。っていうことです。意外と、この辺の品質とか入れてみてっていうのが、えー、危なかった人が多いんじゃないかと思います。しっかり復習をしておいてください。ラルビアフォーツ f o u ここまでのお相手は、寺島よしきでした。